おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン、本日はものすっごーい、ものすっごーい大切なお知らせです。俺の CD が完成しましたということでね、今回フェイバリッツという CD を制作しました。そう、この王子様みたいなジャケット、はっきり言って加工してませんまあそんなことは置いといてね、はい、フェイバリッツという CD を今回作りました。曲目を発表します。ラーカンパネラが入ってる CD です。皆様からたくさんたくさんご要望をいただいておりましたが、ついにレコーディングに成功しました。曲目計10曲あります。1曲目、エルガー愛の挨拶、リスト愛の夢、シューマンリスト検定、ベートーベンエリーゼのために、サティジムドペティ1番、ショパン幻想即興曲、ショパンノクターン遺作、ショパンバラード第1番、ラ・カンパネラ。そして未来へという僕と友達で作った曲も入れさせていただきました。3年ぶりにショパンバラード第1番をレコーディングしてみました。しかもファツオリで、この曲目はすべてファツオリという豊洲シビックセンターホールにあるファツオリのフルコンサートピアノでホールでレコーディングしました。すべてホールでレコーディングした音源です。新しい曲になる前にまた音が来るので調律をします。今日はね、こんな感じで1日ずっとレコーディングをしてます。あそこにブースを作ってひたすら音を取り続けるという日です。今僕が撮った演奏を聞いて CD にできるか確認してます。ですので、ものすっごい豪華です。ファツオリのらしさがそのまんま美しく響いてるかと思います。そしてリスト、ラーカンパネラはコンサート会場で必ずラーカンパネラの CD ないんですかっていつもね言われててね、僕はちょっとショックを受けてました。いつもストリートピアノとかでラーカンパネラ弾いてるのにレコーディングはしてないんだよなっていうのをね、ずっとね自分の中で恥ずかしかったんです。だけどついにレコーディングに成功しましたので、このフェイバリッツという CD をね皆様の元に届けられます。やった。そして今回はこの CD だけでなく、 Together というね、はい、DVD も制作させていただきました。これは去年僕がですね、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番を全国各地で2台ピアノで、公演したんですけども、その中から大阪公演をフルで詰めた映像となっております。曲目は検定、英雄ポロネーズ、鐘、リスト、ラーカンパネラ、そしてラフマニノフピアノ協奏曲第2番全楽章ですね。そしてアンコールにショパンエチュード10の1番と、ショパンのスケルツォ第2番を僕弾いたのでね、はい、それが詰まっております。これは大阪公演での映像フルで詰めております。そして今回なんとね、はい、この中にサインを僕書かせていただこうかなと思っております。こっちの中にもです。 Together の盤面にも書かせていただこうと思っております。まあコロナが落ち着いてきたかと思ってね、会場でねサインできる場所とできない場所っていうのは結構あるんですけども、まあ、やっぱ結構やっぱ厳しいと、まだ実際にこれからコンサートツアーするんですけど厳しいということもありましたので、まあサインができない会場もありますので、今回やっぱオンラインでね、あの販売させていただく分、こちらとこちらどちらにもねサインしますので、よかったらチェックよろしくお願いいたします。販売開始は4月16日夜の8時から販売開始です。 CD と DVD どちらもご購入された方にはどちらもサインもちろんつけますので安心してください。魂を込めてサインをいたします。がサインを書く日時の募集期間ですが、4月16日から5月8日までとさせていただきます。で、発送開始は5月9日からを予定しておりますが、もしかしたらね準備でき次第順次発送したりするかもしれませんが、お待ちいただきますようよろしくお願いいたします。一応予定では5月9日からの発送開始となっておりますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。4月16日から5月8日まで、5月8日です、5月8日まではサインを書きまくりますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。ではどんな風にサインを書くのか書いていきましょう。
黒かゴールドで書かせていただきます。それはね、使い分けていきますのでね、どちらが届くんだろうって楽しみにしとってください。もしかしたら黒ゴールド以外にもね、うまく色が入るペンがあればそれで書かせていただきますのでね、楽しみにしとってください。じゃあまずはゴールドで書かせていただきます。はい、皆さん、こんな感じに書かせていただきました。でもちろんこの中にもね、書かせていただきますのでね、まあ楽しみにしてもらえたらなと思います。こちらの中はね、ちょっとね、まだこの動画では見せるのはね、早いかなと思いますので、よかったらね、概要欄の方だったりコメント欄の方から、購入リンクの方をチェックしてもらえるとありがたいです。というわけでね、めちゃくちゃ豪華な CD、DVD が完成しましたので、これは本当にね、僕の中でも歴史の残る CD となると思います。今まではね、コンフォーコ、ファン、アパッショナータという CD を作ってきたんですけども、僕の好きな曲だけをひたすら詰めた、フェイバリッツっていうね、伝説的な CD、ラーカンパネラとか入って、ショパンバラード第1番も入ってたりとか、幻想奏曲が入ってたりとか、本当に本当に本当に楽しめる。誰でも楽しめる。多分一番人気になる CD ではないかなと思いますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。そして、サインもゲッチしてもらえるとありがたいです。会場ではね、できない場所もあるかと思いますのでね、はい、悲しまないでください。これはやっぱコロナなのでしょうがないんです。というわけでここまで見てくれてありがとうございました。ぜひともチェックよろしくお願いします。フォルテでした。